両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。よろしくお願いします。さあ開幕、両者はどう動くか。かっこいいとこ見たいです。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。どうなるどうなる、どうだ次は。ここで飛びが通る。お互い引く気はないか。この近距離戦、行くよ。ターゲットコンボ、ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。ナイス。このギリギリの状況でどう立ち回る。ここでバーンアウト、 KO。 ナイスナイス、かっこいい。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。勝負はまだこれからって感じですね。今後の展開にも期待していきましょう。ラウンドとともに飛行は積み重なる。次はどうする。いやー、どうなるんだろう。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。どうなるんですかね、ここから。上からアクション、パリーをしたが、ドライブゲージはわずか。うまく活用できるか。再発症で展開を作るか。捕まえて投げ飛ばす。ナイスナイス。さあ体力差ないぞ。プレイヤー2、ここでの押し飛行のドライブインパスはガードさせて OK。 壁際も相まってだが、かなり激しい戦いになっている。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。ここでフィニッシュ、決まった。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。ワンジャンプを仕掛けるか。時間はまだたっぷり。ここで S、 試合を動かしに行く。いいですね。さあ来た、お仕置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。回線だ、今日ついてチャージ。プレイヤー2、 SA ゲージ有利。ドライブゲージが、さあこれは痛いぞ。ディッシュ、ハリウッドともに一気にギアを上げていくか。なんかすごい、この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。いったりいったり、全然気が抜けませんね。スタンバイ、これは強すぎですね。まさか足りてしまうのか。決まっちゃいましたね。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。